あ、シソのね、実がなってますね。いい香りがしてくる。これね、ちょっとでもタイミング逃すとね、硬くなっちゃってね、ダメになるからね。このね、花が咲いて、すぐの状態、柔らかいうちに、のタイミング大事ですね。多分これ明日になってたらもうダメだったね。明日、今日中に取らなきゃダメだったね。はい、いっぱい取りました。はい、ちょっと収穫してね、水でバーって洗って、で、ちょっとこう、ペーパー引いてね、少しね、一晩乾かして、うん、水っ気あるとダメなんで、うん、完全に水っ気飛ばしましたよ。でちょっと味付けはね、オリジナルです。ちょっとめんつゆやってみます。大さじ1、2の3。はい、穀物酢を大さじ、0.5 ぐらい。で、油も、0.5 ぐらいかな、大さじ。自然の恵みだね。はい、ちょっとこれでね、少しつけますね。何時間かね。はあ、すげえ雑草。いや。いやー、まいった。9月になっても雑草、刈ることになると思うな。なかなか、大変だね。毎日の積み重ねだな。毎日の積み重ね。それが大きなね、ことをね、する方、たった一つの方法。OK。よっしゃ。ちょっとね、聖護院株植えたんだけどね、ちょっとなんかすげえ食われてんだ。何の虫だべな。わかんない。何の虫だかわかんない。うまくいかないときはうまくいかないね。せっかく巻いたんだけどな。雑草ボーボー。キュウリもちょっと枯れちゃったな。なんかね、最初の頃はちょっと頑張ったけど、ちょっと後からもうちょっと枯れで忙しくなって。あんま管理できなかった。なかなかね、うまくはできなかったな。
出た。はい、炊きたてのご飯と一緒に、ね、いただきます。いただきます。今日も一日頑張ったな。いただきます。うん、うまい。うん、いい味になってる。うん、おいしい。うん、味付けいいな。甘くてね。茎の部分ね、ちょっと少しもうちょっと取り除けばよかったかな。ちょっとこう、ちょっと残っちゃう。口の中で。美味しい美味しい。うん。でもこの風味が素晴らしいね。風味が素晴らしい。うん。やっぱ花咲いて、花咲いた後に実がなって、これからね、こう種を作っていくっていう、こうエネルギー溢れる状態でね、状態だから。エネルギーもね、やっぱりすごく含まれてるんじゃないかなと思いますよね。うん。うん。うん。うまっ。まあ、僕はね、麺つゆ使いましたけども、甘いのはあんまりね、好きじゃないっていう人は、醤油漬け、ただの醤油でね、つけてみるとか、うん。その場合、醤油はね、ちょっとね、しょっぱいから、大さじ2ぐらいにした方がいいかもしれないけどね。オッケー。カレー屋とかね、自給自足とかね、DIY とかね、猫とかね、犬とか。まあいろいろね、理想はあるんだけどね。まあまずはやっぱりこう、まあ体調管理。体調管理しっかりして、自己管理。そこからだな、土台な。まだちょっとこう、しっかりちょっとこう、腰向いてるし。うん、頑張んなきゃな。そっから、うん。基本的なとこからまず、頑張んなきゃな。うん、うん、うまごちそうさまでした。まあ今日ね、こんな感じで、一日が過ぎましたね。明日もね、アルバイトだからね。まあ明日もちょっとね、朝の前にね、まあちょっとこう、うん、頑張って、ちょっと、まあね、道を模索して、開拓していきましょう。いろいろね、頑張っていこうね。よし。ありがとうございました。あなたのイラチャル、今日も元気、カツオでした。